田中キャスターです今朝の終わる題は海外メディアの報道チェックですまず昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースです、えー、まずドイツセットデーフなんですが外出制限などの緩和が進むヨーロッパでは新型コロナウイルスの新たな感染者が増えていることから各国で制限を再び強化する動きが出ています ドイツではあの食肉処理工場で大規模な集団感染が発生してそのドイツ西部では州の首相がです、ね、工場の周辺地域に再び制限を強化するというふうに表明しまして映画館や博物館などを今月30日まで閉鎖すると発表しています。 そして他の国、フランスもです、ね、日本時間の午前3時に放送されたニュースなんですが国内でおよそ90の集団感染が確認されたということで感染が再拡大する可能性は非常に高いと専門家が警鐘を鳴らしています。 でこの他にもポルトガルでも新たな感染者が増えてまあ、レストランで午後8時以降のお酒の提供が禁止されたりスペインでは一度に商店やレストランに入れる客の数を規制したりして制限したりして規制を再び強化する動きが出ていますで一方でイギリスです、えー、4万2 0人以上が亡くなったヨーロッパで最も多くの犠牲を出しているイギリスなんですがジョンソン首相が 営業を停止していたパブや飲食店などについて首都ロンドンなどで感染対策を講じれば来月4日から営業を再開できると発表しましたイギリス BBC が伝えています、えー、次は中国のニュースです中国版 GPS とも呼ばれ中国が独自に開発を進める位置情報システム北斗について中国は最後の衛星の打ち上げに成功し 全世界で運用するシステムが完成しししたたと明らかにしました、えー、ミサイルの誘導など軍事面への応用と一体で進めてきたとされるこのシステムの完成によってアメリカなどの警戒が一層強まるものとみられますそして中国とインドの,あの軽争地帯で先週両国の軍が衝突した問題で双方の軍の代表による協議が行われましたこれについて中国外務省の張立健報道官は 記者会見で状況の鎮静化に必要な措置を講じることで合意したと発表しましたシンガポールのチャンネルニュースアジアなどが伝えていますそして韓国の脱北者団体北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長など批判するビラを再び北朝鮮側に飛ばしたと明らかにしました、まあ、北朝鮮のさらなる反発が予想されますでこれについて KBS はですね 脱北者団体は1ドル紙幣2000枚ビラを50万枚飛ばしたと主張していますが状況からして実際にはそれより少ないんじゃないかかなり少ないんじゃないかという可能性を指摘していますまた当局が風向きなどからして北朝鮮に飛んでいったビラはないんじゃないかというふうに予想しているということですさあでは、えー、今朝の気になるニュース アメリカの大統領選挙についてです、支、ま、持、あ、代のここの注目でも、まあ、状況が伝えられましたけれども、まあ、トランプ大統領対バイデン氏の争いという構図は固まっているんですが、もう一つ、えー、注目点として今、メディアをにぎわしているのが、副大統領候補についてです。あの各メディアが、えー、有力候補についていろいろ名前を挙げて書いてるんですね。で今朝はのの日付のネット記事を中心に紹介したいいと思いますあのバイデン氏 今年3月に開かれた討論会で女性を副大統領に選ぶと明言しました。あの民主党の候補者指名争いから撤退した女性候補者から、まあ、支持を取り付けたいという思惑があったとみられます。でその後、まあ、候補者選びがついてるんですが新型コロナウイルス対応やこれ打撃を受けた経済を立て直すための経済政策そして今全米各地で続いている。 人種差別撤廃を訴えるデモも、この候補者選びに影響を与えているんですね、例えば、最近まで最有力候補の1人と見られていたクロブシャー上院議員、エイミー・クロブシャー上院議員、まあ、自身は白人なんですけれども、バイデン氏に電話をして、やはり今は有色人種の女性を選ぶべきだろうと、今は歴史的な時で、この機会をつかまなければならないと伝えたということを、まあ、先週、テレビのインタビューで明らかにしています。 でこうした中で、まあ、今、BBC をはじめ多くのメディアが、まあ、フロントランナー先頭、まあ、走っているとして取り上げているのが、えー、カマラ・ハリス上院議員、55歳です、まあ、西部カリフォルニア州選出なんですけども両親がジャマイカとインドからの移民なんですねで大統領候補の,の指名争いにも参加していましてディベートなどでの,その弁説の鋭さに定評がある方です またあのミシガン州の知事のグレッチェンホイットマー氏48歳も最有,有力候補の一人に挙げられています。あのミシガン州はいわゆるラストベルトの一角で、まあ、前回民主党が僅差で落とした州なんですね。でホイットマー氏数ヶ月前までほとんど無名だったんですが、知事として新型コロナウイルス対策にあたる中で。 連邦政府を批判してこれトランプ大統領と激しくやり合ったんですねそのことから一気に全国的な知名度が上がったということですまたあの左派のマサチューセッツ州選出のエリザベス・ウォーレン上院議員も絶えず名前がある有力候補の一人ですまあ現在合わせて12人ほどの人が候補に上がっているということなんですねで BBC によりますと ま副大統領候補は大統領の弱いところをカバーしながら大統領より目立つことのないような無難、安全な候補を選ぶのが鉄則だということでま今、上がっている候補あのみんな安全というか無難ですよねただある意味インパクトに欠けますよねそこで BBC は最後に大胆なアイデアとして1人名前を挙げています。知名度抜群。 バイデンさんより目立ってしまうんだけれども民主党を活気づかせること間違いなし、えー、誰かと言いますと前のファーストレディミッシェルオバマさんですただ今のところ本人は全く興味を示していないというのがこの案の欠陥だとしています ただあのいずれにしても今回、これまでになく副大統領候補が注目されるのはいくつか理由があるんですねで、就任すればもちろん初めての女性の副大統領ということもあるんですが、何よりもバイデン氏の年齢です、でもし当選すれば、ですね就任時の年齢が78歳、まあ、本人は明言していないんですけれども、まあ、1期4年で退任するという見方が根強いんですよね。そうなれば 副大統領が次の2024年の大統領選挙の民主党の有力候補になる可能性が高くなるわけですよね。また、あの副大統領は大統領の継承順位1位、まあ、仮にですね大統領に何かが起きて職務の遂行ができなくなったら史上初の女性大統領になる可能性のある人物ということで嫌顔、まあ、でも注目が高まります。 まあ自分自身がオバマ大統領の下で副大統領を務めたバイデン氏が何を基準にまあ副大統領を選んでいくのかバイデン氏8月1日までには決めたいという考えを明らかにしています以上ワルダイでしたではここでさて今月国会で改正道路交通法が成立しました来週今月の30日から施行されます で、その内容で注目されるのが、えー、ここ数年何度もニュースになりました。煽り運転の厳罰化です。そうですね。えー、私も運転がそこまで上手くないので、えー、こう遅いのか、後ろからちょっと距離を詰められてヒヤッとしたことはありますか。ありますか？はい、今日は煽り運転の被害者にならないのはもちろん加害者にならないように注意すべきだと提言をしている方に。 お話を伺います。加害者。そうなんですよ、えー。怒りとうまく付き合うためのトレーニングなどを行う日本アンガーマネジメント協会の代表理事、えー、安藤俊介さんに伺います。安藤さんおはようございます。おはようございます。おは,ますおはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずその煽り運転について、はいえー、法改正で何が変わるかポイント話してください。はい これまではですね、例えば、道交法でいうとですね、車間距離不保持ですとか急ブレーキ禁止違反みたいなものを煽り運転みたいなものに適用していたんですけれども今後はですね煽り運転そのものを取り締まる妨害運転罪というものが創設をされてですね、うんえー、その中にまあ10種類のですね煽り運転とみなされるものが含まれるようになったということがポイントです。はい でですので今まで車間距離を極端に詰めるというのであれば、社会距離不保持ということで取り締まれていたものが、ですね、うん、妨害運転罪といったものが適用されるようになるということですねはっきり適用されるようになったと罰則はどうですか罰則はですね、はい、これがですね3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられたり、もっと厳しい場合には5年以下の懲役、または100万円以下の罰金などが適用されることになります結構重い。うん 自動車だけででないって聞きましたがそうですね今度はですね、はい、自転車とかも含まれますので、今、都内とかも結構、自転車、危なく走ってたりする人もいますので、そこも気をつけた方がいいということですね自転車の対象、それで安藤さんがポイントとして考えてらっしゃるのがはいこれ、誰もがですね実は加害者になるという点を気をつけていただきたいというふうに考えております。うんそうんさんどうですかあの 東名とか常磐道の事件を見ているとまさかね私はあんな事件を起こすことはないかなと思いますし <laughs>、うん、そう思っている人も多いと思うんですが本当に誰にでもそあおり運転の加害者になってしまっそう,、ねはい、そうなんですあのこれ実はですねまあ確かにおっしゃるようにまさか自分があんなことをするとは思わないと思われる方の方がまが、あ、ほとんどだと思うんですけれども。うん 実はアメリカではですねこういったあおり運転をロードレイジというふうに呼んでいるんですが日本よりもはるかにこう広い定義なんですね、はい、でそれによるとですね例えば車の中で舌打ちをするですとかですね、うん、なんだよって言ってちょっと文句を言うようなものまですべて実は予備軍加害者になるっていうふうに考えられていますそそれって結構ありそうな感じそう,、ね、そうですね ですからそこまで含めると、かなりの人が多分該当するんじゃないかなというところです特に危ないタイプの人とか、います自動車の運転をうまあ上手いと思っている方ですとか、あるいは自動車の価値が自分の価値であるというふうにちょっと誤認をしてしまう方ですね、例えば大きい車に乗っているから強いとか、高級車に乗っているから偉いというふうに思っちゃう人とかは、ちょっと気をつけたほうがいいですね。 加害者にならないようにするためには、どういうことが必要なんでしょうか、うん、一番のポイントは、時間に余裕を持って動くということが一番大切だというふうに言われています時間はいはどうしてもですね、急いでいるときって、イライラしてしまうんですよね、<ー>なので、とにかく安全に、まあ、目的地に行くというのが、車を運転している目的になりますので。 まずはとにかく余裕を持って出かけるというのが一番ですねわかりますね時間と、まあ、心に余裕を持つってことです、ね、はいでもあの渋滞してて <laughs> 早めに出たんだけど間に合わなくなりそうだとか <laughs> そんなことでイライラしたりとかもありえますよねそうですねもちろんですからそういったその不測の事態が起きるというのも、まあ、外に出ていればあり得ることですので常にこういったものがあるということは、まあ、心のどこかに留め置いておくというのは大事ですね。うん 安藤さんは、アンガーマネジメント協会の代表理事ですよね、はいはい、このそういう時のう,うまいなんていうんですか、気持ちの切り替えようとか、私たちがお勧めしているのが、とにかく反射をしないでほしいということなんですね、こうイラッとしたときにアクセル踏んでしまったり、クラクション鳴らしてしまうと、それが煽り運転にな,なりかねないということですので、えー、6秒ルールというのを、まあ、お伝えしているんですが。 何があっても反射せずに、ま、ずにまは6秒待つもう深呼吸だけでいいので反射をしないというのが一番のポイントです反射をしないで6秒待つ、はい。そしてからちょっと待つ、はい、そうです,、ねうん、ですから深呼吸で全然構いませんそれからあとはです、ね、おすすめしているのが、まあ、車の運転席の見えるところに家族の写真とかその大切にしている人の写真を置いておくことで現実に戻る。 っていうことにしてしてほいんですね我に返るというかそうですなるほど少しでもこう気持ちが落ち着くようなものを置いておくとはい一方でそういう煽り運転に自分があってしまう被害者になるっていうことも十分あり得るわけですよね、はい、その場合はどうしたらいいですか一番は関関わわららなないいです関わらない はい、とにかく相手の視界から消えるを最優先してください、うん、相手がこちらを見えているうちはですねどうしても向こうがこううなんでしょうね絡んできたりすることもありえますのでまずとにかくそこから止まれるようであれば路肩に止まるであるとか曲がるであるとかして消えるということが一番ですもし相手がですね絡んできてしまった場合は、はい、まず絶対に窓を開けないドアはロックするです。えー、窓を開けけけちゃいけないいなわけですねは もし、はい、もそれが、ね、本当にあの危なそうであれば警察に迷いなく通報するというのも一つの方法です、えー、1 0番をしていいということですねその通りですですすから、はい、立ちの悪い人に絡まれたではなく犯罪になり得る行為にあっているというのが、うん、これから認識をみんなして変えなければいけないことですね。煽煽りり運運転転ににに合わなないいたたためめまをし 特に大事だと思うことがあったら、最後にお願いします。そうですね。まずはとにかく、その煽り運転というのは。生活の中に誰もが出会うものであって、そして。犯罪になり得るもの。で、ひどい場合には、人の命に関わり得るものである。そういった認識をまずは持つことがすごく大切です。うん、で、まあ、一つの抑止の方法としては。例えば、ドライブレコーダーなんかをつけてですね。お互いに、まあ、見えているよっていうふうに。 知らせるっていうのも大事です、うん、とにかく、まあ、そういう心の準備をしてしかも時間、はい、余裕を持って出かけるということですねそうですねありがとうございました、えー、今月の30日来週火曜日から改正道路交通法が施行されますあおり運転厳罰化されます日本アンガーマネジメント協会の安藤俊介さんでした安藤さん ありがとうございましたはい,いた、はい、こちらこそありがとうございました